MSX 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 MS とは MSX 規格の一つで1983年に発表された。一連の MSX 規格のうち最初に制定されたものである。後に MSX2 などの後継規格が登場したが、それらの総称も MSX と呼ばれており混乱の原因になる場合もある。便宜上後に発表された。 上位互換のものと区別するために MSX-1 とも呼ばれる。PSG はジョイスティック端子の汎用、I、大機能、P は1ビットサウンドポートの役割を兼ねる。CPU や VDP が同じであるため、カタログスペックでは、ソード M5 やセガ SC-3000 位に似ているが、ソフトウェア的な互換性はない。MSX-1 の以下の特徴は、 日本である程度普及する一員となった。その価格帯などから低価格帯のパーソナルコンピュータ以外にゲーム機とも競合した。しかし画面表示では専用の回路によりゲームに特化した設計であるファミコンや同時期の他のパソコンに身を取りし、特にファミコンには普及台数で大きく水をあけられることになった。これを受けて 次の MSX2 が開発されることになる。カシオ MX-15 シャープホットビットなお、シャープも1983年7月に MSX への参入を発表するが、ブラジル法人が現地向けに MSX1、ホットビット HB-8000 などを発売したのみに終わっている。ありがとうございます。